10レース1次予選に1着になりました和田健太郎選手です。一応おめでとうございます。ありがとうございます。本日、前受け佐々木選手がスタートとって前受けからになりましたけども、もう作戦としては突っ張るという作戦だったんです。そうですね、作戦の中の一つではと思います。実際、山岸選手を突っ張って、まあ、さらに山岸選手がもう一回来て、さらにそこから谷口選手も来たところを全部深谷選手が突っ張ってしまいましたけど、はい、そこはついててどうですか。いや、本当にもう2回とも突っ張りがこれで突っ張り切っちゃうんだなっていう感じで本当に強いなと思いました。で、突っ張って最後バックあたりから行くところはもうどういう感じですかね。まあ、そうですね、自力選手2人がもうとりあえずやり合って深谷君が全部勝ってたんで、あとはまあ、みんなこのクラスなのでまくり一撃持ってる選手もいるんで、そこだけ気をつけてと思って見てはいましたけど、まあ、佐々木選手が山口選手に1回取られたっていうところはどっちは、そこまではどっちのところは気づけてなくて、まあ、声がかかったんで、まあ、宿口君が4番手を迎え入れようとしてたのかっていう感じでイメージをしてたんですけど、でバックで見たらちゃんと佐々木君が合流してたんで、はい、まあ、そこはだから気づいてなかったです。なるほど。今回2走して連勝になりますけども、ご自身の状態面としてはどうでしょうか。まあ良くもないですけど、まあ、悪くも普通だと思います。はい、まあ、しっかりと踏めている感覚っていうのは、まあ、最後まあそうですね、でも本当に連日前の選手がしっかり仕掛けてくれて、まあ、後ろの選手もしっかりその位置を守ってくれているっていうのが大きいと思います。まあ、明日はお休みになりますけども、はい、何かケアを中心とかセッティングを変えたりとかそういったのはありますでしょうか。は今特段考えてないです。もうしっかりと休養してっていう感じですか。わ、はい、かりました。ではこの後二次予選3戦向けの意気込みをよろしくお願いします。はい、二次予選もしっかり頑張ります。車検買ってください。よろしくお願いします。